ヘンドリックスのことだけど、診断の結果にいくつか問題がある。測定の誤差かもしれないけど無視はできない。特に最近の自分を見失った様子からも。あなたも分かってるはず。だからさらに配置についた。建物を包囲中。マンティコロ、パイロットがマニュアルで操縦してるぞ。コックピットなど。マンティコロ、パイロットがマニュアルで操縦してるぞ。マレティを捕らえたが、行き先は分かるか？ネガティブ。フェイラーにたどり着くには頭部を倒すしかない。二度とやつを逃がさんぞ。ボールが動き出すぞ。自らの陰謀を暴くためとはいえ、仲間を殺すのか？あなたは分かってない。ああ、すまない。一体俺は？ケイン！ヘンドリックス！ミスター・プルーン、あなたは私の意見を。あれは何だ？赤ん坊か？おい、誰かいるのか？ただ君の凝り固まった考え方が正確な将来に関して私が下した決定に及ぼす影響は無視。あの、意味を貸してくれ。情報の交換は総合的なものだ。診断ロックから人間を外せば我々の制御も影響も予測不可能だ。新世界の誕生を目前にしている。修理
ありえない。夢のようで。埋もれていた CIA のブラックプログラムを見出したのだと分かっていた。シンガポールの大惨事を引き起こした原因であろうプログラムを報告のためブラックステーションへ帰還するよう指示された。手順は分かるな。エリアをか聞こえるか。これを知っている。バス投入の達人、アカデミーで習った歴史、史上最も偉大で勇敢な戦いの例として最後の論文で取り上げた。本当の自分を教えてくれる戦いの一つだ。かつては夢に見た。ついに見せて。ここで食い止めるぞ。おめでとう上等で、一番の貧乏くじを引いたようだな。バス投入にようこそ。さあ、さっさと先生に向かえ。こいつが来る。ここで ここは第二次世界大戦の戦場だ。これは厳格に違いない。ありえない。絶望に向き合い。
接近。備えろ。サラ、俺たちはなぜここに。知らないのか。数多くの苦しみ、数多くの痛み、それは敵兵のものだけではなかった。サラ、俺たちはなぜここに。知らないのか。数多くの苦しみ、数多くの痛み、それは敵兵のものだけではなかった。ダイヤウルフ、はじめは怪我人や弱者を貪っていた。そして強い者も狙うようになった。私の声だけに耳を傾けよ。沈めるんだ心を。サラ、思い描け。誰の声だ。傷つく前よ。聞き覚えは。私の心を壊すと知りながら無理やりアクセスしたな。お前は死にかけていた。他に手はなかった。死にかけ。集中するんだ。思い出してくれ。ブラックステーションで何があった。私たちはウィンズローアコードの地政学上のバランスを崩す秘密を全部嘘。なぜこの場所に。この戦いの何がそんなに重要で、その夢を見る。一部始終を心の中で何度も繰り返した。この戦いに挑むほど自分が強くないのは分かっていた。あの論文を書いた頃は戦いを見たことすらなかった。彼らの体験を知ってもどうすればそんなことに耐えられるのか想像さえできない。耐えるしかない時もある。諦めるしかない時も。私が通る。私たち2人が通らない。空にまで
ドイツのタイガータンク、通称キングタイガー。銃弾程度はものともしない。お前は強いのか、あれを倒せるほど。
これはもうめちゃくちゃだ。すぐに止めないと。強行策、それしか残されていない時もある。それだけしか。ブラックプロジェクトを見つけた後、サリムを探していたな。コルブスとステーションから得た情報をイモータルズに渡し、彼らのつてでエジプトへと渡った。サリムの居場所をつかみ、 NRC の攻撃を捕獲に利用した。なぜサリムにこだわった？どこへ行ったんだ、サラ。安らげる場所は見つかったのか？私たちは古いアクイファーの中にとどまり、サリムをさらう計画を立てた。アクイファー、砂漠の巨大増水プラントのことか。テイラーとマルティはそこに向かっているんだな。間違いない。ケインなら正確な位置を割り出せるはずだ。サラ、サリムを拘束した時何が起きた？ケベジェトで何があった？奴に何を聞いた？教えてくれ。時間切れだな。もうここを出るぞ。なぜ私にこんな真似を？私が何をしたと？あそこにいたろ、最初から最後まで。 CIA の DNI マインドコントロール計画に。テイラ、敵が来る。
オール、お前が相手をしろ。何が目的だ。いてつく森の話を。森は存在しない。患者たちの心に植え付けた概念だよ。実験後に彼らが安らげる場を与えたかったんだ。違法な DNA の実験、30万人以上の人々を殺した恐るべき計画だ。私のせいじゃない。ソフトウェアの問題だった。被験体の体験を照合し流し込むソフトウェアの計画は制御不能となった。私のせいじゃない。じゃあ誰だ、誰なんだ。あのプロジェクトの直接の指揮者はセバスチャン・クルーガーだ。コアレッセンスの役員だ。惨事の後、彼はチューリッヒ本部に移動された。ありがとう。これはシミュレーションだ。訓練のように試してるんだ、私を。ここにいれば焼け死ぬぞ。彼女の邪魔をするな。サラ、あれが誰の声であれ、そいつは俺たちを排除しようとしているんだろう。お前は誰だ。目的は何だ。死にゆく脳の中で最後の活性化が起きている。 DNA がショートしてる。記憶が溢れていく。思考も現実と幻影が。
私には無理。終わらせたいけど止められない。あなたが終わらせて、お願い。殺せ。自由を。私の声だけに耳を傾けろ。沈めるんだ、心を。思い描け、凍てつく森を。